まさかのお揃い。はい、続いては石田洋介さんのステージです。はい、鈴木優斗です。本当に見つかるといいね。ねえ、ゆうとくん、僕と同じ格好しているという。はい、石田洋介です。はい、僕の仲間がいっぱい来てまして、僕は今日は仲間と一緒に楽しいことをやろうと思っております。もう端から出てきてください。いちいち紹介するのがめんどくさいので。いいから遠慮しないで、スガモン。はい、スガモン、増刀商店街スガモンです。その後ろ、秋田からにあじろうです。はい、その後ろ、向島琴鳥姉さんです。あ、小林先生もいた、小林先生。はい、琴鳥姉さんです。他には、ここには、あ、エボシマロ、あ、ミッケちゃん、ミッケちゃん、イエーイ、エボシマロ、イエーイ、イエーイ、エボシマロ、イエーイ。あと誰がいるの？ムジナモン、あ、ムジナモンですね。埼玉県羽生市からムジナモンです。ムジナモン、あ、どんどん来て。はい、調整当時くんです。はい、あっちゃんね、はい。この PR ステージってなんかね、本当は5、6体だっけ？そう、数決まってて、出る子も決まってるんだけど、もう勝手にどんどん出てきちゃっていいよって言ったら、本当にみんな出てきちゃって、危なくない範囲でどんどんステージに上げちゃってください。はい、いいです。はい、うなりくんです。うなりくん久しぶりだね。うなりくん久しぶりです。成田、千葉県成田市から来てくれました、うなりくんです。今年は、あ、そうそうそう、今年もね、成田モーデ行くから、よろしくね、よろしくね。あ、うなりくんに久しぶりに会ったから、うなりくんの曲を僕歌おうかな。はい、ミルクの歌コレクション、その1に、あ、その1じゃない、その2に収録されております。うなうなうなりくんっていう、僕のなんかすごい適当に作ったら、あんまり作って、適当に作るもんじゃねえなって後悔した曲があるんで、やってみようかなと思いますよ。いいですか。ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとう。飛行機のような鰻のような千葉の成田にいるそうな、実は宇宙から来たんだそうな、うなぎ星人なんだそうな、宇宙人のくせに住民登録をしているんだそうな、成田市特別観光大使、肩書きが妙に大げさなような、うななうなうなりく、カモン、うななうなうなりく、うなうななうなうなりく、千葉くんに負けるな、うなりく、うななうなうなりく、うななうなうなりく、うなうななうなうなりく、森田健作にも負けるな、うなりく、うななうな、みんなで。はい、はい、うななうなうなりうなうななうなうなりくん、羊羹が好物うなりくん、うななうなうなりくん、うななうなうなりくん、うなうななうなうなりくん、鉄砲漬けいけるよ、うなりくん、うななうなうなりくん、うなりくん、うなうななうなうなりくん、千葉くんに負けるな、うなりくん、うななうなうなりくん、うななうなうなりくん、うなうななうなうなりくん、森田健作にも負けるな、うなりくん。はい、くだらない歌でした。はい、通りすがりの島根っ子ありがとう、ダンス踊ってくれてありがとうね。島根っ子とはね、7月の12日にニコタマのキワっていうライブハウスでイベントやるんですよ、一緒に。6月か、失礼しました、6月の12日、間違えましたよ。
はい、なかったことなかったです。はい、ニコタマでね、ベンチやりますんで、今日ここにいる子誰かいるのかな。ね、なんかやります。はい、誰が来るのかちょっと今わかんないです。わかる？疾病。群馬ちゃん。ラジオ。やる気なしよ。あとは。その辺です。よろしくお願いします。はい。カッパの小太郎イエーイ。ニャジロイエーイ。あ、そうだ。ここで紹介しなきゃいけない子、ニャジローを紹介しなきゃいけないんで、俺ちゃんと言えてないな、ちゃんと言います。ニャジローを紹介しなきゃいけないから、そう、あ、僕とお揃いの浮かれ気味のサングラスをしている、ニャジローです。僕はニャッパゲ。ちょっと大人な感じで。山ハゲ仮面だニャッパゲ、ベルトがキラリンニャッパゲ、手と手をつなげばニャッパゲ、みんな仲良しさほらね。ワクワク冒険したいな、テクテクこの道行こうよ、パクパクおやつを食べたら空からニャグ号降ってきた。もう誰もにゃかせない、お尻フリフリ変身、名前呼ばれたらニャジロー、すぐ駆けつけるよニャジロー、みんなで歌えばニャジロー、あ、間違えた、みんな笑顔だよ君も。はい、土佐健ピも上がってきてくれたし、土佐健ピ今日元気？元気って言っちゃった。土佐健ピ今日も元気を縮めて言うと元気？元気でした。たまに大丈夫かなって思う時はあるんだけどね。エベちゃん来てくれてありがとう。あ、山だるまもさっき の歌上手だったよ。上手だった。じゃあ、いや、そうね。じゃあ、なかなかダンスができるキャラがいっぱい増えてきたから、なんかちょっと踊れる曲をやろうか。ね。じゃあね、僕ね、もうすぐ、まもなく、また今年も、世界キャラクターサミット in 羽生の、宣伝大使に任命するから、よろしくねって、もうすでに宣伝大使の T シャツの写真も見せられて、今年はこんな色で回るのか日本全国と思って憂鬱になっておりますが、ハローハニョハニョ、はい、世界キャラクターサミットイン羽生テーマソング、ハローハニョハニョ、やるよ無事だもん、用意はいい？はい、じゃあ他にも踊れる今年元気はもう大丈夫？あり余ってる？相当疲れるからねこれね。いくよ、いきますよ、手拍子もよろしくね。早いか、これで踊れない。ハローハニューハニュー、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 ギザギザフェイスじゃいけてないさ、ハローハニューハニュー、まるまるハートで飛び出そうぜ、ハローハニューハニュー、世界に一つ、ハニューハニュー、君のお目当てはどこの誰だ、ハローハニューハニュー、巡り会えたらハグしてちょうだい、ハローハニューハニュー、ヘイヘイ、今日は弾けてこうぜ、ヘイヘイ、誰も遠慮はいらない、始めよう夢のパラダイス、ヘイよ、世界からキャラ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 集まった、飛び切り
もこもこ Hello Hanyu Hanyu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  Woo かわいすぎちゃってごめんなさい Hello Hanyu Hanyu はしゃぎすぎちゃってありがとうね Hanyu Hanyuヘイヘイ隣の人も笑顔ヘイヘイ隣のキャラも笑顔ヘイヘイ始めよう夢のパラダイスヘイ世界からキャラ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 集まったダンシーダンシーとびきりのもこもこ Hello Hanyu Hanyu 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 Woo Hey Hey 今日は弾けてこうぜ Hey Hey誰も遠慮はいらない hey, hey. 始めよう夢のパラダイス、hey! 世界から集まった飛び切りの生かしたみんなもこもこ Hello Hanyu Hanyu 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 はじめよう夢のパラダイス。サンキューどうもありがとう。こんな感じでね、楽しい。今年は11月の19、20だそうなんで、ぜひともよろしくお願いします。ダンスをその上の方から踊ってくれた君たちありがとう。感謝してます。いや、その端っこでも踊ってくれてるみんなどうもありがとう。後ろの方でも踊ってるみんなどうもありがとう。いや、見えてるよちゃんと。じゃあ巣鴨地蔵通り商店街巣鴨。久しぶりに巣鴨の歌を歌ってみたいと思います。手拍子ありがとう。はいはいはいガモガモ巣鴨朝早い寝癖直してこんにちはガモガモ巣鴨遠回り用事はなくてもこんにちは散歩仲間のじいちゃんたちは大丈夫で大丈夫ガモガモスガモンおもてなし寝癖直しておもてなしスガモ地蔵通りありがとう。2番ガモガモスガモン夜早い暗くなったらこんばんはガモガモスガモンもう眠い寝ぼけまなこでこんばんは買い物帰りのばあちゃんたちも大丈夫で大丈夫ガモガモスガモンおもてなし暗くなったらまた明日スガモ地蔵通りありがとうしまった。はい、スガモンです。そうなんです。そうなんです。スガモンですよ。はい。いろいろもう安ぎ早でもう時間が限られてますから、もう次から次へとやるんですけど、ミケちゃんからさっき CD 預かったんだけど、ミケちゃんこれバレエ踊るスペースあるかなここに。ミケちゃん大丈夫？踊れそう？ここで。
マイクとかしたらいける？いける？いけるそうです。いけるそうなので、じゃあ、あの先ほどお渡しした CD をこれからかけてください。はい、ミキさんのバレーコーナー、はい、スタート。狭いところで踊れたね。さすがですね。そしてみんなもあの場所を一生懸命作ってくれたんだけど、ゴーヤ先生がめちゃめちゃ蹴られてました。美味しすぎるよゴーヤ先生。はい、そうそうそうね、ごめんなさいってね。そうそうそう、なかなか何発か入ってたよ。入ってたね。そういうプレーじゃないから。てか明るいからまだ。そうそうそれイベント終わってからお願いします。ね、はい、ね、こんな楽しいステージでしょ。石田洋介ステージ、また明日もね、空町で12時半ぐらいからありますから、ぜひとも皆さん来てくださいね。はい、じゃあ、もうどんどん歌いたい曲が次から次あるんですけども、毎週時間もかけられてますからね。何歌おうかなと思っているんですけど、あれだ、みんながダンスできるやつをやっぱやった方がいいよね。ね、いいよね。でも今日はカラオケ用意してないから完全生で、私がバンマスを務めている、私以外のメンバーが全員ご当地キャラクターで構成されている、猫、あ、ね、ここにドラマーがいます。で、はい、でベースは、僕らのステージの後に出てくる予定ですけど、今なんか具合悪くて寝てます。あとここにメンバーはいないけど、ほら、小乳道くんがギターをたまに弾いてくれたりとかもするし、そう、スガモンがパーカッション叩いてくれたりする。忘れてた。叩いてくれたりするし、ね、猫がキーボード弾いて、犬がギター弾いたりしてるバンド、GCB47 の徳間ジャパンっていう変わった会社からメジャーデビューシングルリリースされているキャラキャラ天国を、ギター一本で。してこうぜ、寝転んでないで、こっちへおいで、いつだって待ってるんだ、この街で。あ、下手くそだけど、得意じゃないけど、見てくれないか、僕のダンスを一緒に踊りたいんだ、この曲で。君と踊りたい、この手取っておくれ、もう離さない、グーグー、君の気持ちもちぎれてハート海回るよ回る、届けてほしい、グーグーパー精一杯を弾けて心海、踊るよ踊る、ギャラッギャラーナナナナナ、モフモフナナナナ、ギャラッギャラーナナナナナ、モフモフ、カパルが来たよ、ギャラッギャラーナナナナナ、モフモフナナナナ、ギャラッギャラーナナナナナ、モフモフ。サンキューどうもありがとう。イエイ。はい、カパル来ましたね。
多分呼ばれてるよ。はい、あ、どうもこんにちは。愛想がねえな。帰るって。このお客様何？このお客様何？ちょっと。いやいや、いいんじゃない。まあそういうカッパですから。自由にね。まあ、まあ、その次ステージあるから、あの体力温存してんじゃない。多分ね。そういうことですよ。そういうことです。はい、もうはい、ね、何分ぐらい歌ったか分かんなくなっちゃったな。それに聞こう。あと何分ぐらい？時間も目でできないっていう。あと何分ぐらい？誰も聞いてねえ。あと5分ぐらい。すげえ優秀。あ、はい、じゃあ最後にじゃあみんなで、やっぱりこの曲歌いましょう。僕が去年、あ、僕のね、友達こんなにいっぱい来てくれてるでしょ。こんなにいっぱい僕友達できたのは去年ね、会いたいというミニアルバムをリリースして、その、リリース記念コンサートを全国5カ所ホールでやらせていただいて、で全国のいろんなねお友達と出会うことができました。でそのおかげでこんなに僕友達増えたんですよ、日本全国に。まあその意味を込めまして、皆さんにも、これから大事な人にねいっぱい会ってほしいなという願いを込めまして、会いたいという曲をみんなで歌ってみたいと思います。よろしいでしょうか。はい、僕の CD はね、今日ここでは売ってないんですよ。はい、買いたい方がいらっしゃったら、某大手密林的な通販とかで扱ってますから、そちらでお買い求めください。よろしくお願いします。いきますよ。忘れないでいて、一人じゃ
私は一緒ステージでした。続いては埼玉県志木市文化スポーツ振興公社公式キャラクターカパルのステージです。よろしくどうぞ。はい、ありがとうございます。 MC のお姉さんの仕事取っちゃった。はい、じゃあお願いします。ミッチに来たいけど撤収って言った。撤収って何落ち込んでんのよ。だってルマちゃんがずっとね踊りながらねうなりくんの頭をずっと撫でてたんだよ。ねミッケー、ねミッケーのいいありがとう。わかった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 またぐっちゃぐちゃまたぐっちゃぐちゃまたぐっちゃぐちゃ。そうね、なんで土佐健平はコロコロをずっと持ってたの。コロコロあのホコリ取りのコロコロずっと持って踊ってたんだけど、あれなんであれ持ってたの。清潔好きなのあの子。土佐健平はなんであれ持ってたのかずっと謎だなと思ったら、ずっと、まあ、あのルマちゃんが会いたいって言いながらこうやってずっと撫でてるの。面白かった。後ろの方が本当にそれ良かったです。楽しんでいただけて何よりです。はい、はい、石田陽介でした。そうね、カパルがまたあそこほら黄緑色っぽくなっちゃったからあそこら辺黄緑色っぽいからね。はい、ありがとうございました。